これか。あ、もうライブ配信中になった。まだね、予告なしでね、ちょっと思いつきでいきなりライブ配信してみたんで、誰もいないけど、まあ、何をするか、もう言った方がいいのかな、これ。ただいまですね、金子家、おうち時間を楽しむために、鍋4つを並べて、最後、このグラスに、ピンポン玉を入れるっていう凄技にチャレンジしています。かれこれ始めて1時間ちょっとは経ったんですけど、さっき一瞬ここまで当たったんですよ。で、これやるんだったらもうライブ配信してしまおうかということで始めてみました。さて、このピンポン玉がこのグラスに入るのか、今3人見てくださってますね。こんにちは。よろしくお願いします。まあ、本当に くだらないライブ配信なんで、あれですけど、まあ、いつ入るか頑張ってみます。よし。これまあ、さっきちゃんと収録してたのがあるんで、後で編集してアップできたらなと思うんですけど、まおみちゃんが、ゆうきまいちゃんが見に来てくれてる。あら、どうも、まおみちゃん。ありがとう。思いつきでね、始めたんですよ、これ、今。ちょっとこれチャレンジするんで、見ててください。よし。で、こっちも回そう。入る？よし。さあ、もう汗だくなんですよ。1時間以上やってるからね。よし、行きますよ。入れよ。全然だね。全然だね。いや、むずいんだよ、これ全然。ああ。これもう入るまでやりますから、これ生配信で続けるかどうかちょっとわかんないですけど、おし！あー、惜しい！今一応4つ目まで当たったね。いやー、ダメだ、これ入んないよ。これはなかなか入らない。よいしょ！あー。地味な配信じゃない、これ。あ、そっちでさ、なんかコメントあったら教えてもらっていいですか？はい。パパから見えないんで。いや、全然いかない。これよ、2日で入ったらしいんですよ。この外国の方がチャレンジした動画見ると。3つ目まで行くね。いやー、これはちょっと無謀なチャレンジか、これは。いけ！あー、惜しい！惜しいよ。あーし。これは。いや、もうほんと難しいな。超地味な動画じゃない？これ。あ、なんか4人に増えてる。よいしょ。いまいちこの、あ。あ、違う。1個飛ばしてるから、それ。1個飛ばして3つでも難しいのよ。3つでも。よし。頑張れ。もうすぐ1時間半だよね、これね。全然入らない。いやー、くそー。
これずっと入るまでさ、ずっと中継切らなかったらどうなんだろう ね。もうここでご飯食べて。せっかくだから入るまでここでやるか。あー惜しい。いやこれ全然入んない。いけ。いやあ、よいしょ。惜しい。入らないね。よいしょ。何？なんかある？うん。え？こっちに置いとこうか。ああ、こっちにね。うん。あ、じゃあパパこれで見れば。うん。あやか山田さん、あやかちゃんだ。うん、頑張ります。惜しい。三つまでは行くんだよ。あれピンポン、あれ一個、あ、どこ行った？ピンポン玉が一個行方不明。あれどこ行った？ピンポン玉。あれでね。あれピンポン玉が1個ない。あ、パソコンの裏。あったあった。セキュー。あ、そうじゃあさ、そっちの上の一眼レフさ、回ってる？ちゃんと。回ってるよ。よし。あれ？さっき一回4つ当たって、グラスに当たった時あったんだよね。いやよし、ピンポンお願いします。Thank you! よし。金子で頑張るぞ！えい、えい、おー！よし、行こう。あー全然、ダメだな。よし、これちょっと行こうか。うん。何回投げたかな ?100 回以上投げてるよね。うん。あ、こんにちは。頑張ってください。かなかなさん。はい、頑張ります。ありがとうございます。あ、アルミンさん。頑張ってじゃねえちゃー。頑張るじゃねえちゃー。あれ。ああ。いや、下手くそ。違うの。これ入ったらめっちゃテンション上がるよね。あ、カメラ止まってる？うん。よし。いつ入るかわかんない。マミちゃん。宣伝してくれて。あ、ありがとうマミちゃん。よし、頑張るぞ。うん。ああ、なんかね。いやー、どこに当てるとかね。よし。ああ、三つ目まで行く。これなぁ、むずいぞ、ほんと。でも、いつか入るよね。時間はね、たっぷりある。時間はある。時間はたっぷりある。あ三つ目までは行くんだよなぁ。あ、惜しいか。
目まで行ったけど、勢いが欲しいよね、もうちょっと。ああ、惜しい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 。よし、これ本当に入るのかな。惜しい時がある。そうなんですよ、惜しい時があるんですよ。この3つ目までは行くんですけど、ここがね、ここがポイント。違うな。よーし。え？ああ。これ、角度変えた方がいい。ずっとね、ライブのライブをやってくれてる。あ、本当？村上ちゃんが。ありがとうございます。結城まおみちゃんが、結城まおみちゃんのインスタライブで、僕のことを、喋ってくれてるそうです。ああ。ダメだね。入らんの。よーし。あれの下狙った方がいいね。どこ？そこの、この前よりそこら辺の。ここ、うん、そこ狙おうか。おう。おう、結構、跳ね返りがかった。ああ、よいしょ。今の一番惜しかった。今の一番惜しかったね。もうちょっとだよね。よし。これ、玉拾いが大変だね。いいか、高評価しました。ありがとうございます、金田さん。ちょっとダメだ。あー、全然入らないよ、これ。俺もう、ほんと無謀なこと始めたな、これ。俺ピンポン玉をたくさん欲しい。ピンポン玉がたくさん欲しいよ。うん。違う、三つじゃないの、三つじゃ。これ。距離が合わない、ちょっと変えてみようかな。ちょっと勢いつけれるように。して、よし、よいしょ、よし、いくぞ。ダメだ、全然ダメ。難しいね。よかった、さっきもよかったね。あ、ちょっと分かんなくなっちゃった、動かしたら。よし、こうじゃない、こうじゃない。よし、はいはい、よし。これ、9人見てくれてる。こんにちは。地道なチャレンジですけど。もうちょっとこれ、こっちの方がいいの？こっちの方が鍋が見えるね。
ああ。これもうちょっとこっちかい？これ角度。ね。ちょっとこっちにして、これでいけるんじゃない？最初の1番バッター圧力鍋をちょっと角度高さ変えようか。これをちょっと高さを出して、これね、ちょっとこれでいけん、どうだろう。お、いいかもしれない。むずいね。へい、お兄ちゃん。よし。外出自粛で暇ですね。ほんとそうですよね、皆さんね。大変ですよね。毎日もう家でやることもね、限られてきて、料理するか、YouTube の撮影するか、まあ子供たちとね、遊ぶけど、将棋したりとかね、ほんと限られてるんで、初めてちょっと新しい試みでね、やってますけど。よいしょ。なんかセッティング変えるとまた分かんなくなっちゃうな。一からだね。一からになっちゃうね。マリちゃん飽きてる。いや、もう始めちゃったからな、これ入れないとね、お父さん。あ、田沼沖継役、ありがとうございました。あ、牧の話の方かな。こちらこそありがとうございました。非常にいい経験させていただきまして。また落ち着いたら、牧の話にもね、家族で遊びに行けたらなと思います。よし。全国の人がこれ応援してくれるな。うん。頑張ろう。俺これで入ったら本当この使ってる鍋でもうさらに愛おしくなるね。よし。これ今日中入らなかったら明日もだよ。明日もずっと生配信これ。まあこれな、角度違うのかな。うん。久々に。やっぱある程度最初に高さ必要だよね。上の方か。上の方だな。圧力鍋は上の方に当てると。ああ、ちょっと飲み物を飲もうかな。よし。うん。息が上がる。なかなかハードですよ、これは。よし。うん。ああ。これマジで本当に、もう、何時間やるんだろう。いやあ。ダメだ。頑張ろう。今頑張ることが
これぐらいしかない。ここ、このとってもあり？とっても。ありだね。ありですか？よし。まさかの取っ手でね。これちょっと角度かけすぎちゃったかな。ね、2個目に当たらなくなっちゃったもんね。コメント来てる。あ、コメント。あ、すごい。うん。リウマ受けるっつって。暇だからこんなことやり始めたよ。いやー。いけ。いけ。いけ。あ四つ目まで行った。でもさっきよりはなんか高さ出てたよね。うん。おーおーおお、ちょっと掴んできたかもしれない。この辺だね。この辺。スーパーショット。いけ。ああ。カンペ？インスタのストーリーズ宣伝する、あ、お願いします。 あ、すいませんちょっと待って、はい、よし頑張ろう。はい、あ、コメント来てるよ、パパ。コメントありがとうございます、うん、コメント。コメントありがとうございます。頑張ってください、かなこさん。はい。頑張りますよ。これほんと。3時ぐらいから始めたんだよね。うん。もうすぐ2時間。うん。あれ、もう1個どこ行ったかな。なんで4個で合ってるの？それによく持ってたね。もう数が数えられないくらってきて。よし。うん。いやー、さっき4つ目の寝なめまではね、当たるようになってきたよ。よし。へい、そうちゃん。はい。です。惜しい！分かった、ここなんだよ、やっぱり。これじゃない。ここじゃない。もうさ、だんだんさ、この圧力鍋のどこがどういう跳ね方するかっていうね。場所によって、ちょっとやっぱ跳ね返りが違うんですよ。よし。成功を見届けたいと思いますけど、仕事。はい、頑張ってください。よし、俺はこれを頑張ります。ああ、ダメだ。あれだ。あ、そこにあったか。よいしょ。何気にこの玉拾いがいいエクササイズになるね、これね。よし。変わったな。投げる力加減が違うのかな。
よし。あと。今まで数々のね、奇跡を起こしてきたから。よし。テレビだとね、いろいろギュッとカットされてるんでね、うん、こう、あっという間に奇跡の瞬間って見れますけど、本来こうやってコツコツとずっといつも頑張ってるんですよ。すごい。金子さん、金子さんが成功するまで見てます。ありがとうございます。いや、ちょっと逆にそんなすぐ入れるかどうか。金子さん、金子さんが成功するまで見ます。もう一件来た。いや、これ頑張るしかないじゃん。いや、なんか、うん。よし。ここなんだよな、最初が。ああ、いけそう、いけそう。ちょっと変えようか。ちょっと変えよう。こうだね。あ、惜しい。よし。頑張れ、金子さん。よし、頑張る、金子。あ、これ。よいしょ。あれ、玉もらってもいいですか。センキュー。センキュー。あれだと一個どこ行ってんの？あと、よし。いや、そこじゃない。いやー、これピンポイントなんだよなぁ。これよく入ったね、あの人ね。あ、いや、さっき惜しかったんだけどな。諦めないければもあるよ。あるある。よし。ダメだ。頑張れ。よし。へい。よし。むずい、難しい。よし。ああ。よし。これ。本当に日が暮れるね。いやー、入ってほしい。本当に入ってほしい。頑張れ。ダメだ。へい。はい。よし。
よし。いやー、入らない。あら、嬉しい、嬉しいものが。はい、パパ。はい、やったー、ピンポン玉が来た !3 つ。あ、まだあるよ、僕の部屋に、多分。いや、でもいいよ。あの、拾うのも大変だから。うん、よし。この7個で。ちょっとニューボールの羽ちょっとさ、羽を確認してみよう。あ、マリちゃん、いいよ。どうぞどうぞ。うん。よし。いけ。あ、音が違う。やっぱり。あ、跳ねるよ、これ。うん。あ、跳ねる。これいいかもしれない。あ、ちょっと待って、すごいな。え、ピンポン玉ってこんな違うんだ。全然違う。あ、ちょっと待って、このセッティングに合わないかも。え、どこに当てたらいいの。あ、これ一からいい場所探るの大変だ、これママ。あ、一番埋められへんだ。ちょっと待って、これすごいね。パパ、上の方がいいかも。いや、でも跳ねすぎちゃって。もう4つでやる？うん。その、父ちゃんの持ってる。うん。探しとこうか。うん、そう、このセッティングに合うピンポン玉ね。案外さ、案外さっきから惜しいのって、この4つの中でも1個なんじゃないかな。あ、これなんか、あ、ちょっと一個違うね。あ、それ僕の、なんかもともと落ちてた。うん。これ、落選。うん。ほら、これ4ついった。これ4ついった。うん。え、ちょ、さっきの4ついったやつ、もう一回やってみよう。あ、やっぱ安定してるかも、あれ。お兄ちゃん、こっち開けていった。映ってるかもよ。休憩してもいいですよ。そうですよね。ちょっと休憩しつつ、おしゃべりしつつ。よし。ね、皆さん、まあ、仕事されている方はね、会社に、まあね、やむなく行ってる方とかもいるだろうから。2つあった。あった、ありがとう。あ、うん、大丈夫だよ。はい。はい、よし。よしよし。あ、いつの間にか16人視聴。あ、マキエさんだ。同じ事務所の。会った時にコメントくれたこと言っていただき、本当に、ああ、なるほど。マキエの原のね。はい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 。急いで帰宅してみます。石井さん。いや、そんな急がないでください。何かあったら困るんで。やばい、足つった。ちょっと待って、足つった。足つった。で、多分ね、ほんと運動不足だよね。家にいすぎて。え、大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫。っていうか、うちにさ、こんなにピンポン玉があったことに驚きで。いや、あの、なんかね、2年生の時にね、あれなんだよ、買ったんだよ、100円ショップで。そうらしい。よし。いやー、ちょっとこれなー、飛ぶんだけどなー。これすごい跳ねるよね。うん。これ、あ、そっか、じゃあ強さで、おお、結構いくね。ちょっとこの羽はね、結構いいかもしれない。うん、やっぱいいピンポン玉なんだかな。なんかね、なんプロって書いてあるよ。プロフェッショナルピンポンボールって書いてあるよ。 40mms って、ちょっと卓球のことは専門じゃないんでわかんないんで。あ、高田さん。事務所の後輩が見に来てくれてる。ありがとうございます。
みんなね、舞台中止になったりとか、本当大変だから、頑張りましょうね。うん。これ跳ねるから、当て、投げ方だな。いやー、これ、ボール変わると本当コツをつかむまでにまた時間かかるけどな。うん。いや、でも、これなんか入りそうな気がするんだよな。これで頑張ってたら。これ難しい。ちょっと、わかった。一個これ、角度減らしてみよう、これで。よし。へい。はい。はい。よし。ピンポン玉300個持ってるからやってみよう。アルミさん、すごいな。300個持ってるんですか。ぜひやってみてください。まあいいですよ。あの、集中できて。お！来たかもしれない。いや、このピンポン玉ありえる高さが出るから。うん。これ道具って大事だね。うん。あとはいいポイント。いや、あるよ。ある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 。白だな。白玉だな。あ、白玉だな、ある。これ同じの？まだ持ってんの？そう、僕持ってる。あ、そう、カメラずれちゃった。あ、いいよ、いい、大丈夫。待ってる、そっち。あ、回ってない。回ってない。あ、切れちゃってる。あ、ほんと？じゃあもう一回後で回してもらおう。オッケー。よし。お一緒に行ってください。お願いします。いやー。よいしょ。入るか。どうやって設定できるんでしょう。あ、赤いボタン、スタートを押してもらったら、録画できる。うん、頑張って。よし、頑張ろう。本当だ、ピンポン玉の音がすると何でやから。あった？いくつあんだよ、うちピンポン玉。まだ出てきた。え、俺こんなの知らなかったけど。なんでそうちゃんそんな持ってんの？え？これをバーボーからもらった。めっちゃピンポン玉だよ。1、2、3、4、5、6、12個もあるんだよ、うちピンポン玉。よし。すごい。まさか、俺の知らない家のことが。これはいけそうな気がする、この球は。飛びすぎちゃうかな。じゃあこれちょっとストーブをちょっと離したもん、うん、はい、3番手ストーブ選手。よし、さっきね、あの生配信する前に録画の方でこの選抜メンバー鍋を紹介したんですけど ね、これまた立派なお家ですね。いやいや、そんなでもないです。あの、こじんまりとしたファミリータイプのお家で。ほんと、全部は見せられないぐらいです。うん。よし。ああ。
し。頑張れ。頑張れ。成功するまで頑張って、次から次へとピンポン玉が出てきますね。神谷崎さん。はい、僕もびっくりしました。ああ、これなんか、アドバイスとかありますかね？皆さんね。でもなかなかやったことないですよね、こういうのね。ちょっともし何かアドバイスがあれば、お願いします。あ！すごい飛ぶんだな、うん、これもうちょっとこっちにしよう。このぐらいじゃない？よし、ちょっと待って。はい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 よし、いけ。もうちょっとこっちか。ね。うん。うん。この海外のやってた方はさ、でもさすがに動かすよね、鍋のセッティングはね。うん。じゃないと、終わんないもんね。あ、金子家の美味しいお料理のお鍋たち、今日はピンポン玉の音に癒されます。はい、いつもね、調理動画を撮っている時に使っている。ものですけどね。いや、あ、これ一軍選手。一軍選手。一番、じゃ紹介しましょうか。せっかくなんで。こちらの、ちょっとすみません、セッティングずらしちゃうと分かんなくなっちゃうんで、こちらのお鍋は、ティファールさんの圧力鍋です。本当にね、手入れもね、簡単で、すごい使い勝手いいんです。で、二番手が、これ、ビタクラフトさんのお鍋。これ、そのままパスタをね、横に並べて、茹でられるというね、非常に、使い勝手がいい鍋ですね。で、これは、ストーブですね。で、最後が、ティファールさんの取っ手が取れる鍋というラインナップになっております。全部ひっくり返ってるけど全部ひっくり返ってて、料理を作る動画じゃないけど、たまにはこういうのもね、ちょっと編集からも解放されて、今ストックがないんですよね、動画の。よし、行こう、頑張れ。決まんないじゃん。ああいいよ、確率上がってきてる。あとここの角度だ。これがもうちょっとこっち行って、うん、違うな。よし。ああ、アドバイス。ストーブ、もうちょっと、右。右っていうのは、こっちってことですかね。僕から見て、右ってことですかね。多分。かな。どうだろう。もうちょっと右？ OK かな。これで OK かな。もうちょっとこっちにやった方がいいってこと？皆さんが見てる方から右？ちょっとこれでやってみようか。よし。確かに。おお！言ってたの合ってる。金沢さん。ありがとうございます。ナイスです。あ、視聴者から見て右。じゃあこっちだ。あ、じゃあ逆だね、こっちか。視聴者側。こっちってことかな？こっちってことだね。視聴
車側から見て右とかこっちか、うん、でも今いい感じです。ちょっとだけこれでやってみよう、うん、なんかなこのグラス、このグラスをこうしてみる。これ真ん中でしょ。で、こうしてみる。これでどうだろう。よし。何入れる？転がっていく。あ、すいません。それもいる。あ、大丈夫です。進化してってる、どんどんシステムが。拾ったのこれ結構。ありがとうございます。よし。ストーブとティファールの間を狭く書く、狭くかしら。ストーブとティファール。これか。これは今狭くしたからね。すごい。アルミさん、いつまでも見てられます。私も、さくらチャンネルさん、練習のリフティングや的に当てる系は集中しすぎるタイプです。よし。ちょっとこれでいってみよう。かもしんないよ。みんないけるかもしんないよ。ああ。あるね。あるよ。これ来た。もうセッティング完璧じゃない？いけるよ。いけるいけるいける。これ今日中に終わるよ。よし。頑張れ。よし。頑張ろう。よし。ちょっとなんか、いける気がしてきた。マリちゃん気をつけてね。あー近づいてるよ。あー惜しい。おーしょ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 し。来た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 。来てる来てるよ。よかった。この白に変えてよかったね。うん。うん。これは跳ねるもん。もう大体当てるとこ分かった。この辺。あの、12時と1時の間ぐらい。よし。よし、6時までには決めて。美味しくご飯をいただこう、晩ご飯。打ち上げだよ、これ入ったらもう。よし。よし。はい。はい。頑張れ。やってください。はい。よし。よし。頑張るよ。うん。頑張ろう。最近こういう歓喜はなかなかないでしょ。やったーみたいなね。うん。よし。あ、惜しい。おー、やばい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 。来てる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 。よっしゃー。ワクワクすんね、これね。わぁ。いや、あるよ。あとは、ほんとタイミング。あー、ダメだ。よし。ちょっと待ってよ。飲み物をもらおう。うん。よし。なくしてもらってもいい、はいはい、よしよし、うん、へいへい、マリちゃん大丈夫、退屈ごめんよごめんよ。あ、すごい、20人に増えた。あ、ほんとだ。
よし。もうちょいもうちょい。時間な。オッケー。オッケー。ちょっと痛い。ちょっと一回投げたら取れない。続編見たい。続編これ入ったら鍋増やす。まず入れないと、ね、まずはこれ入れないとね、うん、あーおおおおグラスが取った。近い。あー最後がむずいね。もう何回投げてるか分かんないね。なんかもう1000回ぐらい投げてる。うまくいく時の音の違いがちょっと分かるよね。嘘でしょ。本当？なんかね、パン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 ってね。うん。そうなんですよ。よーし。あ、これじゃない。あれちょっとずれたな。パス。よし。パス。よし。よし。行くぞ。入れるぞ。下か。よし。ピンパス。よし。はい。はい。あ、お、あ、それ充電。うん、大丈夫。お願いします。大変そう。大変は大変なんですけどね。面白いですよ。よし。やっぱ下の方がいいのか。おここに当たってこう来てここだったら足りないんだな、うん、ちょっとこっちに行きたいから、うん、ちょっとこう角度を変えてね、ちょっと内側に。よし、これでどうだ。よし、いけるか。はい、はい、よよし。おいいよ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 。あ、いい。ああ、はい。6時まで。ありがとうございます。6時まであと35分くらい。よし。よし。あ、ティファールのやつ、視聴者側からもうちょっと左。もうちょっと寄せるってことかな。でもこっちに寄せるってことだよね。こう、こうね。うんうん。あ、いいかもしんない。うんうん。あ、いいね。いいかもしんない。ありがとうございます。で、これで、入れ！グラスの位置はそれでいいのかしら。うん、いけんじゃない。うん。あ！おしゃれよ。おしゃれ。来てるよ。ああ、面白いこれ。うん。リハーサルですね。オリンピック競技のに追加しようって日本代表としていけるかな。いいね。
これ何やってんのか面白くなってきちゃったこれ。うわおかしい。面白いね。何ですか、ね、新しいコメント。ああこんにちは、なんか楽しそう。はい楽しいです。よしよし、2時間半経とうとしてますねこれやって、うん、よし。こっち、うん、こう、うん、そこらへん、よし。あー今のが出れば早いんじゃないの。ちょっと待って、ごめんごめん、下手すんだ。あ、いいよいいよ、大丈夫。惜しかった今の。あー惜しい、はい、よし、いけ。おー、おー、もうちょっと？いや、いや、いけるよね。あー、来てる。うわ、もうコツ掴んできてるね。あ、違う違う違う。よし、来てるよ。来てるよ。来てる。よし。あ、おー。え、2時間半。これ2時間半やってるんですよ、今。よし。はあ、どうしたどうしたマリちゃん、ね、なんかね、こ軌道がね、うん、ここ最後こう来て、あ、分かった、ここら辺なの、あ、ここら辺通過してこう来てなの、これ1個跳ねすぎちゃう、ジェンがこれ1個落としてみるか、そっかそっか、これこうなってるのが低くなるってことね、一個でも入らないのでさ、田中野さんがワイングラス視聴者側から見てもうちょっと左だと思います、多分視聴者側からこっちこっちこっちに、うん、ちょっと左、ありがとうございます、このぐらいかな、田中野さんすごいね、うん、よしこれ入ったらみんなでみんなでのみんなみんなでの成功だね、ちょっとこのワイングラスで乾杯して、バイ、あーよし、行くぜ。近づいてる。ああ惜しい。触った触った。いい、初めてじゃない、そこまで行ったの。うん。うん、ダメだ、いやでも近づいてるよ、もう来るよ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 、よし、もしこれギネスだったらどうする、ギネスじゃない、あの海外の人もっと増やしてやってんだよね、なんか、うん、いやーちょっと違うんですよ、よいしょ、なんか入ってる、あ、連絡がいっぱい来てる、よし、ん？なんか連絡来ちゃった、 OK、 よし、よし、ゾーンに入りましょう、よし入れるよダメだな、おーよ今めっちゃ惜しかったね、うん、なんとなくなんとなく分かってきたよ。
そこな、ここなんね、ここ、うん、6時と7時の間成功のこと。カメラ側から見て、うん、ワイングラスにカメラ側から見て左ってことね。もうちょっと左にしてみる？ほら、ちょっとさっき惜しかったのこの辺だったんだよね。この辺行ってみよう。よし。あ、今一眼って止まってるっけ？いや、大丈夫。待ってる？待ってる。大丈夫ですか、監督。我が家の監督。よし。いや、これで決めてほしい。はい、決めます、決めます。うそ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 う。ああ、いいね、これで間違ってない、方向合ってる、方向合ってる。あとはもうほんと全てがうまく重なり合った時にチャンスが。ほんと安定して当てるのが難しい。上の方でやるのもな。よし。よし。あぶない。よし。マジ。オッケー。よーし。あ、カメラ側か。カメラ側にね。石井のぞみさんが高パパさんから見て右に少し寄せるって書いてあります。グラスをね、はい、グラスをね、右ね、このくらいかな、そのくらいかな、このくらいにしようか。コメントください。よし、よし、決めよう。ちょっとなんかずれた、なんか、うん、いや、ほんと寄せすぎかもってきてます寄せすぎ、右に、うん、あ、右にね、うん、じゃもうちょっと、こんくらい、うん、こんくらいでいいすか息子が息子、初のライブ配信に参加、ね、努力してくれてます。よし、やめようか。いいんだよね。いいんだよね。さっきも、その、変えちゃったから。一投目だよ。一発目の。わー！だセッティングが悪くないの。うん。私の投げるとこだよ。私の投げるとこ。よし。よし。すごい、この中で結束が生まれてる。コメントくださってる方たちでナイスって称え合っている。ナイスです、石井さん、ナイス。よし、
多分あれだね、投げるの弱くなったかな。うわぁ、よし、よし、ちょっと寄せすぎです。あ、じゃあもうちょっとこっち、うん、こっちか、うん、奥はなんかこうやっていってたもんね、うん、グラスをピンポンが、うん、あ、奥、うん、でカメラ側にちょっとこのくらい、うん、行ってみよう。はい、行ってみます。おお、いや結構だから超えてっちゃうんだよね。そう、ちょっともうこれ一個一段低く、これでいけるか、これ、あ、やばい、ピンポンがピンポンが。決めよう。ダメだね。やっぱコメントいろいろいただいています。うん、あ、左側を統一すればいいと思います。投げ方がなんかパパ。いろいろだった、もしかして。ね、投げ方ね。あと、かなかなさんが左に寄せすぎです。かねこさんって書いてあるので、ちょっと左に寄せすぎだから、もうちょっとこっちですかね。逆ってことかな。こっち？あ、こっちか、左。うん。こっちかな？これで合ってると思うんですけど。どうですか？そうじゃね、だんだんやってるうちにね、フライパンに近づいてってるからね。ちょっとカメラ側に、その位置でカメラが、うん、よし、行こう。そう、同じね、で投げるの難しい。右に、視聴者側から見て左ってことだから、右に寄せすぎたんだ。じゃあこっち、こっち、私たちで言うと前に、こっちか、そうそうそう、でまたちょっとね、こっちフライパンに寄っててます、こっちそう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 、あ、すいません、この辺かな、合ってますか、はい、はい、よし、マリちゃんちょうだい。頭当たった。地味に楽しいね、これ。やってて、やってて楽しいね。うん、あ、うん、カメラ側に寄せてだって。うん、ちょっとカメラ側。食べ過ぎちゃった。カメラ側っていうのは、カメラに近づくね。それ、うん、あの、カメラ側に右に寄せちゃったじゃん。あ、じゃあカメラ、そっち、そっち、こ、パパから離れていった方が。私も首にタオル巻きました。熱い。もうなんかこれ、おじさんみたい。まあおじさんだけどね、もう、うん、おっさんみたいだね。うん、うん、うん、いいよ、まりちゃん、いいよ、ありがとう。よいしょ、はい、行きますよ、うん、あ、そうです、できた、うん、うん、うん、また戻した方がいいですか、かなかなさん。ちょっと待ってよ。今でも高さ足りなかったよね、最後。うん。うん、ちょっと戻そうか。戻します。戻そう。そんくらいでいいかな。うん、ちょっとこのぐらいで様子見よう。ティファールのフライパンをちょっと角度を、はい、かなかなさん、はい。
戻しました。いや今すっごい惜しかった、高さがちょっと足りなかったの、角度を低くしたじゃん、あ、石井のぞみさん、ティファールの真ん中に当たるとちょうどグラスに行くね。ティファールの真ん中にね、はい、ここね、これがもうなんかちょっとここに当ててみようか。あ、確かに入りやすい。あ、そうね、そうね、ティファールの真ん中、角度は合ってんだよ、うん、角度は合ってる。よし、6時までに決めたい。パパの投げ方がね、投げ方が安定するようにね。はい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 、まりちゃん、はいはいはい、センキュー。よし、決めるぞ。何今何した僕はおならじゃないですよ今の。口で口鳴らしたんでしょ今。お、明日からポメラニアンマンさんがお風呂に入るのを延期して延期してから頑張ってくれ。本当すいません。お風呂ありがとうございます。よし、はい、もしそこあのカメラ、それかそこ緑色のランプとかカメラだから気をつけてね、うん、よし、ティファールの真ん中ね。うん。よし。はい。よし、決めるぞ。入れ。もうさ、4つ目まで行くのはさ、うん、普通になってきたね、うん、だんだん近づいてきた。よし、なんかね、ちょっとね、うん、この間に入ることがちょっと多くなってきたんだけど、うん、なんだろう、投げ方の強さかな。いや、うん、まあちょっとそれも探り探りね、うん、ママやってみる。頑張って。そろそろご飯を。あ、じゃあ三つだから三つだから。いや。イッテ Q でやったら面白そう。ね。あの YouTube っぽいっすよね。ね、YouTube。よし。よし。成功しなかったらその2とかいいかも。ああ、成功しなかったらね。よし。いや、でももうあとちょっとですから。あ、確かにここの間来るね。ファールと。いや、なんか、なんだろうなぁ。投げ方がでもね、やっぱ変わってんだよね。でも変わっちゃうんだよね。ほんとだね。おおおお。よし。やっぱ投げ方によって当たるところが良くないと。うまくいかないね。あー、今よかった。ちょっと左だったね、うん、グラスの皆さんから見て右側に行ったね。こっち逆逆逆こっち、うん、もうちょいかな。俺その辺だった気がするんだよな、うん、
じゃあここにします。あーあーちょっとカメラよりあーちょっとカメラより惜しい惜しいよ今すごい ここがいいかもね。あれでも奥だったな。そうそうそう。こんカメラ側、カメラ側。こんくらい？このとちょうど飛ぶとね、うん、このぐらいだと思うよ。あちょうど飛ぶと今のだと。今の覚えててって。今のね。ね。よし。今の覚えてるかな。うん、いやーこの辺今ねこの辺が当てたのよ。同じようにいかないんだよね、ほんと。よし。まもなく。あと15分で3時間が。ああ。ああ。あるよ。まだある。いけるいける。これどうしよう。今日夜中までやってたら。ああ。いやー難しい。お。ん？明日からポメラニアマンさんが付き合うぜ兄貴。ありがとう。ありがとう。よし。大事なのは気持ち。そうですね。よし。Thank you。はい。よし、行くよ。入れるよ。入れちゃうよ。入れちゃえ。うん。あ、投げ方が分かんなくなっちゃった。ああいや、同じとこ狙ってんだけど、この強さが多分変わっちゃってんだと思う、狙うことで。あれ？ダメだな。いや、ちょっと、いやあれあ、かなかなさんがティファールの真ん中にワイングラス。じゃあ、ずらした方がいいですか？こんくらい？ここ、ちょうどここですか？うん、ここら辺。はい、じゃあ、ここにします。よし。よし。よし、頑張れ。高さが足りなかったな。こう切ってここだったね。ここだからちょっと、うん、もうちょっと奥の方がいいかな。いや、高さがそしたら高さだったらこっちね。一個だけ？一個。一回。一段。一段上げてみる？上げてみて。よし。今の良かったね。ああ足がつりそうだまた。オッケー。まおみちゃんからコメントいただきました。買い物から帰ってきました。お帰り。あ、本当に終わってって欲しかったような、続いてて嬉しかったような、複雑な気持ち。まおみちゃんまだやってるよ。終われないよこのままじゃ。もう
あ、頑張って、ご家族も優しい。できてます。よし。うん。よし、頑張ろう。よし。よし。よし。はい。はい。あ、あと10分。どう、これチャレンジしてみたけど楽しい？楽しいですよし、いくぞ。じゃあしいね、ほんとこれ。良かった時のことをさ、頑張って感じる。投げ方は手首中心の投げ方で、肘を少し上げる、肘を伸ばした方が命中しているのかな。肘を伸ばした方がね、こうね、ダーツだ、ダーツ。いろいろあれだね、やってくるとそのコツというかさ、テクニックがとっても必要だってことが分かってくるね。うん、ダーツと同じ投げ方でもやっぱね、手首のスナップ、でも、ね、柔らかく投げてる方が跳ね返り方がなんかポワーンって、ね、おお、難しいなよし。ちょっと手前だね、今度ね。今度、こんくらいかな。あ、前じゃなくて、上に軽く上げる感じ。あ、投げるとき？あ、上にね。あ、確かに。跳ねる、跳ねる。あ、なるほどね。そうかもしれない。チャンネルさん、ありがとうございます。ほんとだ。なんか桜チャンネルさん、ああ、桜チャンネルさんね、ありがとうございます。よし、ストーブをティファールに近くに、あ、ここね、ストーブをティファールに近く、あ、ここの間、やっぱその間通ることが多いからか、そうだ、ちょっとこのぐらいでやってみようかな、いいかもしれない、いいかもしれない、いいかもしれない。よし、ありがとうございます。これって原則的なルールってあるのかな。ないよね。ない気がするよ。これで入ったら成功だよね。うん、これやっぱでも基本真ん中に当たってコントロールできた方が一番いいの。ああ、ちょっと、あ、ちょっとこのラインでやってみよう。でも、うん、ちょっとこれでね、うん、
やばい。リプレイが見たいよね。惜しい。いやー、リプレイ見たいよ、今の。また配信しますからね、ぜひ見てください。またやるの？この企画、もう一回配信決定？パパやるの大変だよ、これ。よし、やるよ。よし、今、俺どこに当てたっけな。いや、でも、ぽいだよ、ぽい。やっぱね。高く。うんうん。うん、でもだいぶうんちょっと上手になってきた気がする。うん、ちょっとね、うん、直線的になってるかな。あ、金子さんがもうちょっと銀色のやつを近づけるとか。近づける。どっち側の方がいいですか？カナカナさん。近づける。どっちに？こっちか。こうってもこっちからこっちに近づけるってことか。ちょっとこのぐらいにしとこうかな。一旦ちょっとこのぐらいでやってみよう。ストーブ側に近づけるってことか。逆だった。あ、ストーブって書いてある。書いてある。ストーブで戻して。でもこの角度だからこう来るね。うん、ちょっとこっち、こっち、そういうことか。ちょっとやってみよう。うん、行きますよ。あの今どこに当てたっけ。あのね、これ興奮しちゃうと忘れちゃうじゃん。ちょっとこっちだな。うん、ちょっとね、そうだね。もうちょっと、うん、ティファール側に。はい。これあのね、全部ねここに来てるから。ビタクラフトをちょっとカメラ側に振る。全部ここに今来てる。ちょっとストーブ側に。そう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 。これかな。うんうん。よし。はい。さあ、もう間もなく6時になっちゃうよ。さあ、夕飯の支度しないと。よし、決めるぞ。6時までに決めたい。うん。一分の鍋たち。そっか、これがあるから料理できないのか。ね、そうですよ。フライパンとかあるから大丈夫。そう、まだあるもんね。うん。ああ、ちょっと違う。よいしょ。入れ。上達してきてる。これ時間の問題か。あとちょっとですよ。来た、うん、よし、決めよう。いい感じ、いい流れが来てる。よし、今だよ、今、うん、うわー、いいよ。あ、惜しい。いいよ、いいよ。いや、来てるよ。いや、違う。じゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん。よし。あと62分。いやこれ次起きるか。6時ジャストに決めるか決まるか。
に、来てるのに。いけるいける。あ、ティファールをワイングラスに近づけるって書いてある。ああ、そういうことか。ここに当たってたからね。そうか。ね、ちょっと。それがグラ、ワイングラス、うん、に近づける。そう、それでいいんじゃない。はい、ここでいくか。オッケー。はい。玉ください。はい。6時になっちゃう。急がないと。まあ、6時縛りじゃないんだよ。え、6時までやるの？違う違う違う。いや、やるよ、ずっとやるよ、もう。あと1分。こうあったらやるよ。あの、皆さん、あの、おのおの自分の時間があると思うんで。惜しい。惜しい。いけるよ。いけるいける。いけるよ。よし。よし。いやもう。鳩時計が鳴ってしまった。いけ。あーあー。ちょっと待って、ずらしたな。ずらしてる。あとちょっとなのに。いいんだよ。このままでいいんだよ。このままでいいの。あとちょっとだもん。ちょっとちょっと。ちょっとこれカメラ手前にした方がいい。ちょっとほんのちょっとカメラ手前にした方がいいかな。うん、ほんのちょっと、うん、ストップストップ。そうだよね、夕飯レンチンですよね。うん、私も冷凍を保存してるのがあるからそのレンチンでしょ。レンチンでいいよ。今日はもうレンチンだよ。レンチンですよね。昨日パパは頑張って母の日の作ったから。今日はレンチンの日にしよう。よし。よし、行くよ、決めるよ。決めるよ。6時になったからには。あ、惜しい。よし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 、だいぶ確率上がってきた。上がってきた。確率も皆さんのおかげで、アドバイスのおかげでやっと上がってきた。うん、もうあとちょっとで入りそうです。うん。いけますよ、いきますよ。あ、惜しい。キノコの P さん、あとちょっと。よし。キノコキノピーさん。かなかなさん、成功してもその辺。大事だ。大事だ。成功したらこれ、成功したら次、鍋5個かな。5個。今度増やしてみたいですね。また、あの調理道具で。まずは成功しない。一回席を離れちゃうとちょっと分かんなくなっちゃうね。さっきのポジションよかったね。いやあとちょっとがね。うん。3時間過ぎました。うん。3時間ぶっ続け。よし。よし。ピタゴラスイッチ作ってる人はすごいんだな。ねえ、まおみちゃん。本当ですよ。あれも相当時間かけてね、作るらしいですからね。うん。よし。そっちでもいいんだ。いやーちょっと崩れた、うん、ちょっとこれね、さっきからね、こっちが ここの半分から見てこっち側に行ってるから、ちょっとこっち側にずらした方がいいかな。
息子が皆さんのご意見を伺ってます。仕切ってくれて息子が一番仕切ってくれてる。よし、行くぞ。あ、違う、あ、違う。これさ、リレーチャレンジとか流行ってるじゃん。うん、これ回したら貧縮だろうね。うん。これ入るまでやるっていうリレーを回したらすごい嫌がられるだろうな。よし。娘はもう飽きてます。よし。違うな。あ、入らないよ。あとちょっとなのに。よし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 。あー、ちょっと投げ方がちょっとずっと乱れてきた。筋トレしながら見てる。みんな自宅待機だもんね。いけ、うん、あ、違う、いけ、あー、いやー、入れたい、入れたい。ああ、よし、入るよ、入るよ。うん。あ、違う。ちょっと待って、分かんなくなってしまう、手が。ああ。さっきね、いい感じでなんか掴んでたんだけど、ちょっとまた分かんなくなっちゃった。ああ、ちょっとこれ今良くないね。今なんか大丈夫かな。よし、頑張ろう。ここまで来たら頑張ろう。うん、よし、よし、よし、行くぞ。あー、遠かったね。ちょっと遠かった。カメラ寄り？うん、カメラ、うん、カメラ寄りだったね。ここらへんか。こっちか。あ、仮面ライダーよりかっこいい金子貴俊。もうマジで仮面ライダーよりかっこいいって、そんなカメラ側こう、仮面ライダーよりかっこいいって何ライダーだろうね。
よし。今だってちょっと手前だったね。手前だったね。寄せすぎかな。あ、うん、いやー難しい。本当投げる強さによって最後のやっぱりあれが違うね。ゴールが。金子ライダーできてる。金子ライダー。ね、仮面ライダーも出たいな。マスターのおじさんとかね。いや、ちょっとなんか流れが悪くなってきちゃった。よし。そろそろ決めたいよ、ほんとに。ねいやさっきのいい感じの、うん、投げ方が分かんなくなっちゃった。なんでだろう。あのポイってやってたんだけど、うん、ポイってやってたんだけど、ポイにもポイの力がある、うん、力加減がね。惜しいよ。あるよあるよ。もう少しだよ。いけるよ。さん、一発目が強く投げすぎてる。肘を上げた方がいいかな。おいおい、こっちかな。さっきポイってね、上からやってたもんね。よし。まさかこんなにこれにハマっちゃうとは。うん、一番近くなった。ここに来たけど、ここで跳ねるよ、こうやって。いや、今潜在の一軍のチャンスだったのに。潜在一軍のチャンスだったよね。あー。もうちょっと肘伸ばしてください。肘伸ばしてね。もうちょっと肘伸ばすし。肘伸ばす。今の入ったってことに。いや、今の入ってないですよ。ね、入ったことにしたいけどね。入んのかな。あれであんな弾かれちゃうんだもんね。うん。ああ。ちょっとこっち？これさ。ちょっと一回試して、ここにさ、このぐらいの高さからさ、
あ、こう。勢い、勢い。こう、こう。あ、でも入るよ。入るときは入んね。さっきのはたまたま。さっきのはほんと運だな。うん。入る、入る。よし。これ見てる人もイライラするよね。そうじゃないんだよ金子みたいなさ。あ、かなかなさんちょっと肘伸ばして。肘ね、フォームね、ちょっといいね、ちょっとちょっとね、ちょっとね、ちょっとちょっとね、やっぱ近くなったとはいえど、まだこれかかりそうだね。うん。うん。バスケのシュートする感じで、ふわっと投げてみれば、ふわっと、ふわっと、ふわっと。おうおうおう。ふわ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 、はい、はい、はい。ああ、宝くじ当たるより難しそうな。もうなんか汗だくだからビール飲みたくなってきてね。丸ばば、うん、よし。当たるより難しそう。ね、宝くじ当たるぐらいの確率じゃないのこれね。なんだろう、1,2,3,4,5個あるから、うん、だからロトナンバーズ4とかよりは、でもいや宝くじの方が難しいか。よし、ああ、ああ、そこで、あ、ここだ、やっぱ。ちょい左手前。こっちの方がいいかも。うん、今の忘れないうちに。うん。はい。はい。よし。見直してください。入れるよ。ビール飲みながらのが入ってる。本当そう思う。よし。椅子から離れるとやっぱダメなんだ、うん、あー、よしよし、え、永遠にピンポン玉がねここにあったらね。いけいけいけ、あ、いや違う、入って入って入って、あー、ちょっと高かった。よし。これ本当に4時間になるよこの配信。多分世の中の YouTuber さんで生配信とかってよくゲーム実況とかね、うん、で何時間もやってる人とかいますけど、これはなかなかないよ。このピンポン投げを4時間やるってなかなかですよね。絵が全然変わらない、うん、しかも今19人の方が、だいたい20人前後ね、うん、さっきからずっと見てくださってるんですけど、本当、付き合ってくれてありがとうございます。はい、よし。
よし。おい。いや、そろそろ本当に決めたい。ごめん。いや、俺も決めたいんだよ。決めたいんだけど。いやー、また肘伸びてない？これ。石井のぞみさん、一つ目のお鍋に当たるところが定まるといいですね。あと、力加減ですものね。できてます。あの、かなかなさんからメッセージが、ソーラくん来てる。本当？あ、息子くん絶対読んでね。ワイングラス視聴者さん側見て、もうちょっと左、あと、かなこさんはちょっとだけ肘伸ばしてください。うん、カメラ見てる人から、こっち？うん、左。こう。だから、パパから見て右ってことだと思う。あ、こうか。うん。こんくらい？こんくらいですか？うん、はい。わかりました。ありがとうございます。よし。投げ方が変わっちゃうんだね。あー！ちょっとまた戻した方がいいかな。こんくらい？うん。あーあーし、あーしゃ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 ーし、いけるぞ。よし、うん、うん、あ、違った、うん、なんとなくね、当てた方がいい場所はね、定めてるんですよ。だいたいこの辺り。あ、パパまた立ってた。え？また立っちゃった。あ、うんうん。まあ大丈夫か。そう、さっきから何回も立ってると思う。ね、うん、大丈夫大丈夫。ああ、そうなんだよ。たまにって、そう、右に行ったりするし、たまに左行ったりする。寄せたらその反対側行っちゃうんだよ。わかんないね、こればっかりは。何回投げてるかな。もう1000回は超えてね。ああ、だめだ、集中力がね。うん。いや、まだまだあるよ。よし。うん。よし。結構前に飛んでったね。ちょっと真ん中にワイングラスを。真ん中、もうちょっと こっち、こんくらいがいいんですかね。うん、じゃあこんぐらいします。ちょっと待って。ああ、いやー、ちょっと手前だったね。うん、じゃあディファール側だったね。いやでもこれそればっかり分かんないからね。うん、ちょっともう全部が絡み合わないと、条件が、うん、もういろいろ試そう。いやー、まず全く同じに投げれない。あーい、
ランランの時間帯にアスリート並みにストイック。よし。いやまあこれも我が家の団らんですよね、今ね、一応。よし。おう、やっぱこの辺なんだよね、この辺なんだ。そう、当てるのは。当てるとこ分かってるんだけどね、強さがね、安定しないのよ。あちょっと右側行くとグラスが左側に行くから、うん、うん、いや当てるとこは合ってんだよ。ぶれちゃいました、うん、よし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 、またよしよし言ってる。前の動画見た人は知ってますよね。うん、あー、うん、あ、じゃあちょっと一球一球もっと大事に、でもね、意識しすぎるとね、なんかね、じゃあこの球がでも1個どっか行っちゃったね、6個あったけど。え？あ、こっちにある。はい、どうも。よし。うん、もう決めたい。もう決めたい。そろそろ冷たいビールで乾杯の時間だ。ああ。卓球の神様、お願いします。あ、でも卓球関係ないや。フライパン、フライパンの、フライパンの神様。いやーいけるよ。いいか子供たち、はい、パパは諦めないということだな、今教えてるんだ。これが諦めないことの大切さ。ふわっと。ミラクル起きますように、うん、ダンクシュートみたいでふわっと手首、砕けたシーンでの父ちゃんの角。惜しい、わかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、よし、ピンポンください。はい、はい、ちょっと待って、はい、はい、よし。正直、これを、こういうことをさ、生放送でやる父親ってどうなの？ん？なんか、でも面白いと思うよ。面白い。よし。もうちょっとカメラ側から見て、左にワイングラス
金子さんから見て。あ、さっきね。まあ、さっきね、そう。で、そう、そのでもね、勢いとかによってはね、左行ったりするからね。時間テレビでやるような感じ入るまでよし。まあ、パパもう帽子びちょびちょだ。もう汗だくでさ、帽子が、うん、もう汗でびっしょり。あ、待ってる、そっち。あ、バッテリーがもう赤色のバッテリー、もういっか、これ生放送でってこと？ん？一眼レフ？うん。赤いのがね、ちょっとお待ちください。あ、もうちょうど。あ、電池だ。電池、あ、これを変えればいいの？うん。電池がなくなったので。そう。もう3時間半が経ちました。パパが喋ってないから繋いでくれる。これで、よし、うん、これを、よし、はい、よし、よし、これ編集するのも大変だね。よし、入れるよ、入れる。僕のコメントを絶対読んでください、かなかなさん。もうちょっとじゃあ右側にしてるわね。もうちょい。で、もうちょっとカメラを、もうちょい右。パパから見て右。うん、そのぐらいにしてる。あ、そうだ。あ、ちょっと忘れた。ちょっと忘れた。あれ？なんか。じゃあ。またちょっと分かんなくなっちゃったな。離れると分かんなくなる。よし、まりちゃん、ちょうだい。うん。はい。はい。何食べてる？もやし。もやし。よし。いけ！おお、ああ、いやー難しいね。もうステージだ。もうあれ、あと30分ね。え、今だから3時間半経過。すごい、本当に皆さんお付き合いありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、すごい、25人増えてる。あれ？なんか変わったな。うん。投げる位置か。あ。あ、あ、あ。ちょっと待って。あ、なんか全然わかんなくなってきちゃった。また。よし。タカポポさん、はい、疲れてしまう、大丈夫かしらと来てます。ありがとうございます。はい、大丈夫です。あと毎日今暇なんで。あと、まだ見てるよっていうのと、
無理しないでくださいね、だって。ね。はい、ね。無理はしておりません。ありがとうございます。ちょっとなんか、始めちゃったからにはなんかやめれなくなってきちゃった感じですね、今。いや、入れたいですもん。すごい。ちょっと強い。よし。どこ行った？あっちか。もうそろそろ動画が見る人できちゃうんじゃない？今決めないと。なんでそうやってプレッシャーかけんだよ。もうそろそろ決めないと見てる人減ってきちゃうじゃない？頑張れ。このプレッシャーは。はい、よっしゃ、よし、決める。これ、うん、おーし、来てる。よし、頑張れ。放送2時間。そうですね、配信始めて2時間、そんくらいだったね、もう。よし、いけ。そろ決めたい。もう決めるよ。乱れてる。時によって左に行ったりね。ほい。でもあの時はやばかったね。あのぐれ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 その中に入ったんだけど出ちゃったやつ。あれが一番だね。うん、あれが一番かった。一瞬ちょっと入ったもんね。うん、ああ、行け。見てワイングラス右に寄せて。右。ちょっとこっちですか。こっちでしょうか。うん。はい。分かりました。あるだけのグラスを全部置いて。どれかね。よし。はい。なんか連絡来てるか。なんかありました。入れるよ。あ、じゃあ。
今いいから、今いいから、そのままボールちょうだい。そのままボールちょうだい。はい。はい、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 よし。違う。違う。ああ、ダメだ。よしよし。よし、今、今いいよ。今いいね、今いいね。ああ、よしよしよし。よしよし、マジで、はい。はいはい。よし。はい、まりちゃん。イエス。はい。はい。よし。あとちょっとだけ視聴者側から見て真ん中に。これこっちかな、こっちかな、左かな。こう。もうちょっとこう。こういうことですかね。うん。わかりました。もうちょい。うん、いいか。それでいいか。うん、これでしましょう。よし。はい。はい。あ、ごめん。はい。はい。はい。よし。ねえ、もうちょっと、もうちょっと。いやー、参ったね、これ入らないね、ほんとこれ。へい、まりちゃん。はい、ナイスショー。泣けるのがだんだん上手になってきてね、子供。うん。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、どうした？ちょっと待って、どうした？そんな時わかるんだけど。あ、ごめん。よし。あー、もうすぐ7時になっちゃう。ちょっとだけ右の銀色のやつをストーブの近くにして。ちょっとだけ。そんな感じか。このぐらいね。はい。ちょっとだけ。あとちょっとだけ。あ、うん。ティファールに行って、あれか、圧力鍋の方にってことか。あ、ストーブの近くにか。ストーブの近くに、うん、分かった。ちょっとだけこうしよう。あ、金子さん、はい。
かんなくなっちゃった。ちょっと違うな。ほい。はい。4個目に当たんなくなってきたね。あ、ちょっと待って。あれ、わかんなくなってきた。ちょっとなんかコツください。なんかどこにやった方がいいかとか教えてください。ちょっとこっちにやったらいいかな。へい、あ、ごめん。よし、ほいほいほいあれ上らへんでいいかもね、今度。あ、かなかなさん、ストーブとティファールの隙間を埋めてください。そこに入るんで、ってこと、ここの2つかな。うん、こう、ストーブ、ちょっと、あ、こういうことだ、うん、隙間ちょっとだけだよ。あば、よし、あ、うん、そうじゃいい、大丈夫大丈夫、うん、あれ、分かんなくなっちゃったな。あ、スランプ、あらま、なんか分かんなくなっちゃった。どうしたらいいんだろう。しますか？水分補給、はい、私、はい、うん、あ、こっちね。なんだ、そうそう、ビールいただけるな。うん、あ、なんかね、うん、子供のね、小学校の同級生のお友達から、はい、LINE でアドバイスが来ました。はい。まずティファールからワイングラスにバウンドして入るかを確かめてみて。ここからここまで。いやーね、それ入れるのも大変なのよ。あ、入った。はい。どこで今当たった？真ん中、真ん中。やっぱ真ん中いいんだね。どう？いやでも入るってことは入るんだよ。いい強さでいけば。これ入るってことは証明された、うん、っていうか1個でも入ったら気持ちいいもんだよ。あ、1個で入るの難しいね。皆さん優しく投げて、優しくね、優しく優しくキスをして、よいしょ、ちょっと待って。あ、おお、はい。
入らない。へい、よし、ほい、入れる。あ、はい、リーマなんでその音ダメなの。カチンはダメなの。カチンはダメだってね。カチンはちょっと待って、カチンしか当たんなくなってきちゃったああ、はい、うん、違うの。うん、ちょっと待ってよ。いやー、これほんとやっぱ2日ぐらいかかんのかな、これね。ちょっと海外の方はだって 2日ぐらいかかってたもんね、うん、よし、いけいけいけ。疲れが出てきたね、うん、あーすごいよ。まもなく4時間経過です。いや、明日に引き続きになるかな明日もやる。もう入らなかったらね、うん、うん、もうこれはもう予告しといて最後まで私はやりますよ、これは。おうおうおう、あー、なんか動かしてほしいところあったらお願いします。いやでもね、あんま動かすとね、またね、一から探らなきゃいけない、うん、あ、鍋の下にあるよ。どこ？あ、これか。よし、あ、ちょっとだけ視聴者側から見て銀色のやつを右側にちょっとだけ右、ちょっとだけずらしてほしい。右側は視聴者側から見て、こっちこっち、え、視聴者側から見てだからパパから見て左だよね。 このぐらいかな。このぐらい。おお、いいかもしれない。回転かけない回転かけない。うん、ちょこっちか。よし、入るよ、入るよ、うん、よしよし、はい、オッケー。あ、かなかなさんがもうちょっとだけって書いてあります。あ、お、大丈夫？大丈夫？鍋2個は入ったんですか？鍋2個はやってないです。もういきなり4個からです。さっき1個はすぐ入ったんだよね。うん。2回、2投目で。いろいろ変わってったな。いろいろ変わったな。
あれ、なんかこの辺の字だよね、今ね。そう。ちょっとこっちに思い切って。へい。はい。難しいなぁ。はい、はいはいはい、ボールボールボール、あ、ボール、ほいほい、ちょっと待って、これちょっと戻そっか、ちょっとだけ。ダメ、戻しちゃうと、なんか結構火こっち側に来てないかな。これがなんかあれやな、こっちにいるから、よし、ほい、疲れてきた、疲れてきたでしょ、お疲れでした。そうだよね。よし。よし。いいよ、そうじゃん。そうじゃん。休憩しな。パパは一人で黙々とやってるから。いい気はするんだよ。あ、かなかのさんがキーポイント、あ、銀色のやつをもうちょっとだけ右にずらした方がいい。右、視聴者側からですか？左だよね。だから左ってこっちでしょ？うん。うん、ああ、うん、はい、ああ、ああ、うん、うん、これ良くなったけど、これこうしてこうと、ちょっと、うん、決めるよ、もう決めるよ、はい、はい、まっすぐ離れて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 離
向こう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 。その左の最後の四角のぐらい。左肩の、そ、左肩の、うん。ここら辺もうちょい離す。もうちょい離れる。うん、そこそこだぐらい。よし。じゃあ。ボールちょうだい、ボールちょうだい、はい、ボールちょうだい、よし、やっぱ投げる強さの強弱のちょっとした違いでもうダメだ、うん、今ね、真ん中に当たって真ん中に当たっていったのよ、それになんないと、よし、よしよし、もうそろそろもう決めたいね、1個あるよ、もう、うん、よし本当、皆さん本当もう申し訳ないぐらいお付き合いし、うん、本当に皆さんのタイミングで、はい、あの、全然、ね、あの、お休みくださいね、はい、ええ、うんうん、あー惜しい、おー短かった、ちょっとなんとなく分かってきたよ、こんな感じ、いやでもね、あの狙ってる力加減はその辺でいいよ、オッケーオッケーオッケー、はい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 、ボール、はい、よし、はい、よし、いいんじゃない、あ、惜しい、いやでも来てる来てる、セッティングはいい、セッティングはいい、指引っかかった、悪くないよ、今いいよ、うん、また来た、近づいてきた、時間帯だった、波がある、惜しい、いやちょっとどうしよう、いや、あー、いやでもこのまま行こう、このまま行こう、このまま行こう、このままでいけると思う、来てる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 、このまま、よし、おお、そのあたりに行ってるよ、行ってる行ってる行ってる、ちょっと右やった方がいいかな、俺、うん、ちょ、うん、あとは加減だけですね、もうあと加減だけ、うん、いやちょっと待ってよ、はい、もう、あ、この時間帯のうちにいっぱい投げといて、届かなかったな、ちょっと弱くなったかも、力が、うん、ちょっとストーブがね、ストーブの真ん中に当たればいいんですよ、うん、あ、ちょっと強かったな、いや、でも今真ん中近かった、あ、真ん中近かったよね、
皆さんなんかコメントください。いいのいいの、よいしょよいしょ、あとは力加減だけ。うんと、そうなんです。一発目の鍋の真ん中ちょい下くらいに当たれば、さあ決めよう。うん、決めよう。一発目は真ん中ね、そうなんですよ。真ん中のね、で力加減によって上の方が良かったり下の方が良かったりなんですよ。うん。もうほんとちょっとだよ、ほんとちょっとの差でもうね、時間がめっちゃ変わるじゃん。4時間ちょっと、もう4時間も経てる。うわー、今もすごい嬉しい、すごい、ちょっと感動して。泣いてるの、うん、頑張ったね。頑張った。あー、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。いやー楽しいね。いや、息子がちょっと感動してくれて嬉しいです、こっちも。勝利の前をお願いします。すいません、見切り発車すぎました。いやー、このピンポン玉、ちょっと、我が家の家宝だよ、これ。レジェンド。ああ、ありがとうございます。金子家最高だ。いやーすごい。2時間39分。あ、小宮山さん、やったね、チャレンジ。ありがとうございます。よーし。面白い。あ、スクショタイム。スクリーンショットを。え？皆さんが撮ってくださる時間を作ったのが。え、どういうこと？パパがこのカメラに入りましたって。入りましたっていうのを皆さんにスクリーンショット撮ってください。撮ってください。はい。なんか喋ってパパ。はい。あ、写真じゃないの。あ、写真なんだけど。はい。なんか静かな。見事撮りました。入りました。やったよみんな。はい。ありがとうございました。じゃあまた今度。なんか他のチャレンジできたら。第2弾あるんですか。え、第2弾は、鍋企画じゃない方がいいですか、皆さん。何だろう、ね、他の企画やってほしかったらなんかご提案お願いします。続編待ってます。よし、ね、じゃあちょっと鍋、いくつ、 5? まず5個。5個じゃしょぼい、いや5時間ぐらいかかんじゃん。 5個でも大変だと思うよ、ね、うん、やりがいはあると思うよ、はい、鍋5個明日明日、息子は明日って言ってます。まあ明日パパは別に、この編集は、これ編集、あ、ずっと撮ってる今。ずっ
ちょっと見る。あ、でもちょっと電源がない。もし取れてたら、もし取れてたらこれ編集してもいいし、これってどうなんだよ、このままアップされるんだよね、多分。カードがいっぱいで取れてない。ああ、あ、じゃあ一眼レフの取り切れてないから、うん、こっちしかダメだ。残せるの？これ残せるんじゃないかな。うん、残せるよね。ね、はい。じゃあこれを残しておきます。2時間42分ノーカットではい、ということで、じゃあ次回は鍋5個でチャレンジしてみたいと思います。皆さんぜひチャンネル登録してない方はぜひしていただいてほしいのと、もうこれね、なんかネットとかでこの情報とかももし拡散していただけたらなと思います。長い時間お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、切りまーす。